宮田光雄の肖像写真刑事相関在任中の宮田光雄・宮田光雄11月25日から1956年3月8日は日本の官僚政治家内閣書記官庁衆議院議員貴族院議員貴族院議員時代の宮田光雄・宮田光雄とつまつやの宮中清掃刑事相関在任中の宮田光雄三重県一市群出身村長 宮田宇吉の長男として生まれる。愛知一中、参考、帝国大学法科大学卒業。貴族院官僚として奉職するも、衆議院議員として三重県より立候補、その後は貴族院直選議員として活躍した。原高首相の目に留まり、福島県知事として赴任。1922年6月12日に加藤智三郎内閣で、 内閣初期官長として抜擢され、大腸がんを患う加藤智三郎首相に代わり、国政を取り仕切る。1924年1月2日、貴族院直選議員に任じられた。1927年4月20日刑事総監。1928年12月28日13位、君一等随法省受賞。1929年6月25日、 和歌山遊郭問題に絡み、警視総監を辞職。大政翼賛会構は総本部長を経て、終戦時の陸軍参謀総長、梅津義次郎の東京裁判での弁護人も務める。戦後公職追放となる。1936年に、プロ野球の大東京軍が発足した際には、球団の出資元の国民新聞からの依頼を受けて、取締役会長に就任した。 1938年2月21日、大日本運動の結成式で、発起人として、式辞を述べる。1946年5月14日、貴族院議員を辞職した。ありがとうございます。